で、ここはパパゲイドです。今夜も一緒に乾杯しましょう。ということでね、今日はね、ちょっと若干構図を変え気味にしてみたんですけどね。実はね、メインチャンネルで撮影した動画のね、ナレーション入れた時にね、ナレーションっていうか解説入れた時にね、こっち側の構図にしたんですよ。でね、だからまあ、それをそのまんまっていうかね、こうライトとかこっちにまだ移動させてね、そのまんまなんでね。まあ、だからめんどくさいんで、そのまんまですという感じでね。だからちょっとね、ご飯食べる割には斜めっていて、お行儀が悪いかもしれないけど、まあいいでしょう。ということでね、今日はこちらを飲んでいきたいと思います。まあ別にわざわざ言うことでもないですよね。これはもうこの動画でもね、何度も登場してきた博多の花ですね。よいしょ。まあこれがね、安いけど、まあまあ普通に美味しいと言いますか。基本的にはね、焼酎、なるべく香類は避けるようにしてるんですよ。前も言ったかもしれないけど、うん、で、おつるいね、まあただホッピーとかね、チューハイとかは基本的にはまあ氷の方が合ってるからね、まあそっちはしょうがないかなって、しょうがないと言いますか、うん、まあと思ってるんですかね。こう今日はお湯割りです。お湯割りにするようなものはね、このおつるいにしようと思ってるんですよ。でね、もうお湯入ってます。っていうかね、お湯入れてから気がついたんだけど、うん、ていうか、いつもやってんだけど、これ熱いんですよね。よいしょ。で、お湯に、だけど、お湯に焼酎入れればいいんだっていうことは覚えてた。でね、そうそうそう、そうだ、そうだ。あのね、あれどこ行っちゃったんだ。あれこういう時に限って消えてしまったぞ。あったあったあった。このよく日本酒のパックについてる、この後ろについてる、後ろじゃないや、裏側についてる、この短いストローね、これが使い道がなくて困ってる問題、解決しました。マドラーに使う。素晴らしい。素晴らしい。うん。ついでにね、マックのストローもマドラーにしてもいいかもしれない。ここに一本だけど。そうだ、これも使い道がなくていつも困ってたんですよ。ということでね、いやいやいや、まあいいや、なんかわざわざ言うほどのことでもないんですけどね。まあいいや、それではまず皆さんね、乾杯からね。皆さん準備はよろしいでしょうか。乾杯。お疲れ様でした。ああ、そう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 。で、今日はね、食べるものはね、こちらです。半額はこちらです。これこれこれ、なんだっけ、五種キノコの豆腐ハンバーグ。豆腐ハンバーグですね、要はね。五種キノコなんて言ってるけど、あ、本当に五種類入ってるらしいね。しいたけ、きみみって何なんだろうな。なめこ、まいたけ、えのき。一個だけわからないものがあります。木に耳って書いて、これ何すか何すか。あ、そうか、ググればいいんだ。教えてくんは消えろってね、まあ昔から言われるもんですからね。昔ってことでもないけど、まあネットの伝統ですよね。あ、きくらげ。あ、キクラゲって木の耳って書くんですね。へえ、なるほど。ちなみにそうだ、言いましたっけ、当然ですが、いつもの通り半額199円、398円が199円です。でね、これね、さっき冷蔵庫にしまっといて出してきたんですけど、まあ、もう今日はね、夕飯も食べたし晩酌なんでね、これ6個入れたんだけど、6個全部食べるのはやめようと思ったんですよ。ですので、とりあえずね、今、電子レンジで温めていきます。で、今ね、電子レンジで温めていますけどね。あと他に食べるものね、今日はね、こちら、まず、これ、人参のナムルです。よいしょ。それから、たくあん。たくあんね、これ、1本買ってきて、刻んだやつがね、冷蔵庫の中にいっぱい入ってるんで、うん、もうそろそろ終わりって感じですね。このナムルね、うん。で、ナムル、まあでも、人参のナムルとかって言ってもね、こんなにいっぱい、あ、チンだ。ちょっと取ってみましょう。よいしょ。うん、これね、五種キノコの、なんだっけ、あ、豆腐ハンバーグか、そっか。これね、3個だけ、6個のうち3個だけ温めてきました。だから、これで約100円ですね。人参のナムルはこれいくらだ？これね、確か今日は、これ3本で120円で買ってきたかな。だから1本40円なんだけど、これがそのうちのさらに3分の1か4分の1ぐらいなんでね。あ、3分の1ぐらいかな。まあ、十数円ってところですかね。これはいくらだっけもよく覚えてないんだけど、まあこれ10円かそこらですよね。これだけだとね。ってことは、100、3、まあ150円ってところですかね。はい。
いや、150円でこんな幸せになれるってね、安上がりだな、僕はな。でもナムルってこんなにいっぱい一度にっていうか一種類のものをこんな食べるものかどうかよくわかんないですけどね。こうやっぱりあのちまちまいろんなのが入っててありがたいっていうのがナムルのような感じじゃないですか。あのそうそう、韓国に行くとあれですってね、あのなんだっけ、この小鉢が大量に出てくるってやつね、あれいいなとかって思うんですけどね。ちょっと固めだったけどまあいいや。ではね、そうそう、韓国に行って韓国料理を食べてみたいんだけど、ちなみに僕は海外旅行をしたことがないです。飛行機は1回しか乗ったことがありません。船も多分2回しか乗ったことないな。あの瀬戸内海通るあのカーフェリーと、それからあのあれですよ、青函連絡船乗ったことがあります。カモメが寂しそうに泣いてたりはしませんでしたね。いや、してたかな、もう何しろ随分昔のことなんで忘れちゃいましたけどね。でも青函連絡船は廃止になったけど、結局青森函館間って今も船就航してますよね。てかあれは JR じゃないのか。だから青函連絡船は青函連絡船だよねと言いたくなるんだけど、だけどあれは青函連絡船というか JR じゃないのか。てか僕が乗った当時は国鉄でしたけどね。なんだっけ、青函フェリーって言うんだ。へえ、もう同じですよね、はっきり言ってね。だって青函連絡船はあれ車入んなかったっけ。車は入んないのか、列車だけでしたっけ。本当に列車も入んの。いや、なんかむちゃくちゃいい加減なこと言ってるんですけど。いやでもね、北海道ね、バイクで北海道ってか、まあありがちな夢なんだけどね、バイクで北海道行きたいですね。でもそっか、バイクで北海道に行くんだったらバイクはクルーザーとかの方がいいですよね。クルーザーってあのアメリカンね。だけど普段こう探索にバイクを使うんだったらオフ車が欲しいんだよな。え、バイク2台持ちっていうか、そんな金ないよ。もう最近ね、メインチャンネルの動画もちょっと更新頻度が下がったからかね、あれなんですよ。そうするとね、あっという間に再生数が下がるということは自動的に収益が下がると。あの大物 YouTuber とかでね、結構長く休む人とかいるじゃないですか。最近だと吉田製作所さんが全然更新しなくなったんだけど、だけど彼は多分少しぐらい更新しなくても再生されるんだろうな。だから彼なんかへっちゃらだぜとかって思ってサボってんのかもしれないけど、まあ僕のようなチンピラはダメですね。あっという間に再生されなくなりますね。というかね、ある意味なんか僕の動画って結局いつもね、あの常連の方々に支えられてるようなところがあるんでね、一元さん別に歓迎なんですけどね、一元さん来てくれないですね、あんまり。もう終わっちゃった。暑い暑い。そしてマドラー。なんとこういう使い方があったね。これぐらいの用途だったらね、ちょっとまだこうティッシュで拭いて再利用とかできますからね。はい。なんで僕でもそういやさっき青函連絡船の話とかしてたんだ。意味がわかんねえな。あ、そっか、マジで思い出せないかと思ったんだけど、いや思い出しました。そうだ、韓国の話をしたんだ。これナムルから行ったんだ。ナムルから韓国の話を知って、それから海外には行ったことがないよ、で船にも2回しか乗ったことがないよ、そして青函連絡船がその、そうだ、そのうち1回が青函連絡船だよって、その流れでしたね。で、なんだっけ、今日は何の話をしようと思ったのにな。話のネタはちゃんと用意してあったんです。そうだそうだ、あの先日お題いただいたんですよね。で実はね、今の時点でまだ公開していないんだけど、で公開するかボツにするか分かんないんだけど、あのね、もうすでに1回その話は知っております。だから最近ね、メインチャンネルも更新滞ってるぐらいだからね、ましてやね、こうなんていうかな、サブチャンネルの方なんかと言っちゃ失礼なんですけど、サブチャンネルにね、この、なんていうかな、労力を割いている場合ではなかったって言いますかね。ていうか、いや、サブチャンネルの動画作るのが楽なんでね、ちょっと作っちゃおうかななんて結構思ったりしたんですけどね、それをやると、メインチャンネルの動画がさらに遅れることが間違いないので、メインチャンネルが出ない裸駅にね、このサブチャンネルの動画を出せばいいわけなんですが、
だけどついついねメインチャンネルができてよかったよかった、やっとサブチャンネルの編集ができる、そして編集して公開とかね、そんなパターンが多いんですけどね。あ、そっか、こちらのチャンネルの動画ね、編集したらしばらく寝かしといてもいいのかな、うん、でまた話が逸れてしまったわけなんですけどね。そうだ、だから温泉の話ね、お題をいただいたんでね、そうそう、温泉の話をしようと思ったんだ。いや、まあお気に入りの温泉音がっていう風な、まああれ、話にしようかなとかって思ったんだけど、そんなにね、お気に入りの温泉がね、あちこちあちこちもう日本中にあるとかって、そんな大層なご身分じゃないんでね、まあだからね、記憶に残った宿というコンセプトで行こうかなと思います。で今回お話しするね、印象に残った宿なんですがね、群馬県伊香保温泉ですね。伊香保温泉、日本の名湯でしたっけ、知ってますそれ、群馬の方はね、あ、間違ってたらちょっとまずいからね、ちょっとね確認しとこう。うん、そうだね、間違ってないね、大丈夫大丈夫。もう一回言いますよ。伊香保温泉、日本の名湯、これ縄文カルタのね、中の一言な、一言というかセリフというか、ね、なんて言うんだろうね。で、縄文カルタとは何か、これはね、群馬で育った方は知らない人はいないはずなんですが、でも群馬県外の人はあまり知らないというね、なんていうのかな、まあなんか群馬のなんていうの、ご当地カルタっていうのかな。あ、ちなみに僕全然群馬の出身ではないですよ。群馬の出身の人にね、前に教わったんですけどね群馬県民、群馬県民って群馬っていうらしいですねで群馬の方々はこうみんな縄文カルタを暗記しているというね、だから他にもありますよ。和三の大家関公和とかさ、それからね、そうだ、一番大事なの忘れてた、鶴舞う形の群馬県ってよかったよな。鶴舞う形の群馬県ってやつですね、ちなみにね、千葉の市原の鶴舞、あそこがなんで鶴舞ってなったかっていうと、やっぱりね、鶴がこう飛んでるような形に見えるって、この地形がね、ということから来てるんですよ。だからね、鶴舞う形の鶴舞とかねそんなこと言ったらどうしよう、群馬の方にね襲撃されちゃうかもしれない。いやいやいや、怖いなーなんてね、すいません群馬出身の方々、ちょっと偏見を。なんだっけ、それね、だからあれなんですよ、そんなね漫画があったんですよ。なんだっけ、君は群馬を知ってるかとか、なんかそんなねドラマ化もされたんだけど、あ、これだ、お前をまだ群馬を知らないだ、縄文カルタはその前から知っていたんですけどね、そうだ、それでこのお前はまだ群馬を知らないって、これでね、群馬という言葉も知りました。でも面白いんですよね。でもね、いや別にバカにしてるわけじゃないですよ、マジでね、バカにしてるわけじゃないですけどね、ちょっと酔ってきちゃったな、酔っ払いが言ってることだからあんまり気にしないでください。ということで3杯目行ってきます。本当にね、こう脱線ばっかりしててね、全然話が進まないですけどね、なんだっけ、そうだから群馬です、群馬ね。あ、そうだ、縄文カルタ、もう一個ねぜひ紹介しなければならないのがあったんだ。そうだ、このね、私のメインチャンネル的にはね、これを忘れるわけにいかないのがあったんだ。そうループで名高い清水トンネルってやつがありますね。あ、まあ清水トンネルね、っていうか清水隧道なんだけど、まあ有名だから知ってる方は知ってると思いますけどね。あそこです、群馬通って新潟の方に行くやつてか関越自動車道と、まあ関越自動車道にも清水トンネルありますけど、ループで名高い清水トンネルはそっちじゃない、鉄道の方なんですよね。なんだっけ、なんて言いましたっけ、まあいいや、すいません、もう忘れちゃったからもう開きなっちゃう。何しろ僕はね、ここ20年の間ね、列車に乗ったことがね、まあもう5回以下しかないです。マジでなので、電車のことなんか知りません、もう鉄道のことなんか全く知りません。で、なんだっけ、あれなんて言ったっけ、信越本線でいいのかな。トンネル面が分かっててさ、路線面が分かってないってダメですよね、本当にね。で、川端康成の雪国ね、国境の長いトンネルを過ぎると雪国だった、できるのかなまたいい加減なこと、またこれで間違ってたみっともないんだけどね。そのトンネルが清水トンネル、清水隧道だって言われてるんですけど、だから分断国道で有名な、あれ何号だっけ、200
291号でしたっけ、89号だっけ、どっちだっけ、あのでもあのとんでもないイカれたあれ分断国道のね、あの清水峠のあそこですよ、あそこですよ。確かあのそれからあとあれじゃなかったっけな、あの JR の自動販売機で売ってる高原の岩清水の清水もあそこじゃなかったっけ、あそこから出てきた湧き水使ってるっていう触れ込みじゃありませんでしたっけ。まあまあいいや、また話がね脱線しちゃったんだけど、ええ、どうしよう、もう今日これぐらいにしようかな。うん、まあマジでもうだってこれ尺十分でしょう。ああもう30分喋ってます、ちなみに。で体感上ね、これを編集するとだいたい今15分ぐらいのところになってるんですよ。でこっからね、あの温泉の話を始めたら、まあこのまま30分ぐらいは喋ってしまうネタがあるような気もしなくもないっていうかね、これもじゃあアンケートと言いますかね、僕のこのくだらない酒飲み動画いつも見てくださってる方、大変ありがとうございますなんですが、適切な長さをどれぐらいにしようかってね、いつも考えてるんですよ。今のところね、だいたいね、やっぱり15分ぐらいがいいのかなとかって思ってるんですけど、っていうのはね、これメインチャンネルもそうなんですよね、実はね。メインチャンネルの動画もね、だいたいね、あの、なんていうのかな、アクセス数が多くて、で、しかも視聴維持率っていうんですけど、こう、皆さんがこう、再生してくれた、あの、それぞれの、なんていうのかな、時間帯でこう何分のところまで何パーセントぐらいまでこう見てくださったかっていうのがね、分かるようになってるんですよ、グラフで。で、あの比較的好評な時間帯っていうのがね、だいたい見た限りね、動画の長さに関して言うと、まあそれもね、テーマとかによるかもしれないんですけど、とりあえずね、長さはね、今のところ体験的にはね、あの15分前後ぐらいが一番歓迎されてるような気がするんですよ。あのね、短すぎるとね、実は意外と再生されないんですよね。短い動画の方が見やすいだろうとかって思われるかもしれないんだけど、5分ぐらいの動画とかってね、全然再生してもらえないんですよ。ネタはそんなに悪くないと思っても、でもダメですね。だからメインチャンネルの動画はね、とりあえずそれぐらいの長さっていうのを、なんと、まあ一応目安にしてるんですよ。と言いつつね、20分超えちゃったりして、いや参ったなとかって思ったりとか、それからね、長くしたらどうにもだれてしまうのでしょうがないから刈り込んでしまうという動画も、まあ作ってしまうんですけどね。でこのサブチャンネルの動画はどうしようかなってことなんですよ。もう自分的にはね、話してる内容はむちゃくちゃくだらないと言いますかね。コンセプトとしてはもう勝手にコンセプト作ってるんですけど、まあ僕の勝手なイメージのコンセプトなんですけどね、もうこの動画はこう真剣に見るものではなくてね、どちらかというとね、もう酒を飲んで酔っ払ってしまってる僕と同じようにね、こんな状態の人がね、まあなんかねえかなとかっていう感じで、とりあえずまあちょこっとこう見て時間を潰すための動画とかっていう、そういうイメージです。まあだからね、とテレビなんかで言うとこういう深夜にやってるよね、こうなんかもうまったりしたね、動画じゃないや、番組で、やっぱり深夜枠ってそんなに、なんていうのかな、番組の長さ長くないですよね。あのぼえて見るようなもんだし、眠くなったらとっととなんか適当とか切り上げて寝るようなもんですからね。だから僕の動画もね、そんな感じで見ていただければね、いいかなと思ってるんですけどね。ああ、もう40分話してるんですけど、だから頑張って編集して20分近くいっちゃうかな。だからね、まあ、ほぼ限界の長さじゃないかなとかって体感的に思っております。だけど、その割にはね、喋ってる中にはね、意外と情報入ってるような自負はあるんです。はい。まあいいや。でね、とりあえずね、この、今、こう用意した食べ物ね、この最後のね、たくあん一切れになってますんで、今回の動画これぐらいにしたいと思います。とりあえず今いただいちゃいます。というかね、やっぱり今気がついたんですけど、この動画に関わってる人間の中で一番ご機嫌で楽しんでるのもしかして僕かもしれないですね。というか、もしかしてどころかその可能性が極めて高いような気がしてきました。いつも皆様ありがとうございます。これからも僕の楽しみに付き合ってくださいませ。ということでね、今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。